こんにちは、DM コアです。今日はですね、我が家のピラニア水槽がありまして、そこにですね、6匹のね、ピラニアを飼育しております。で、ほぼね、全部が、まあ、成体になっている状態になってまして、まあ、大きさ的にはですね、だいたい10センチから15センチぐらいですかね。で、まあ大体これでマックスのサイズ、ピラニアナッテリーというね、あの種類になるんですが、アマゾンの、自然下ではですね、まあ群れで生活しているという形になりまして、まあ群れで、まあ、動物を襲ったりとかですね。あと、まあ、魚、ピラニア以外の魚を襲ったりして、で、捕食しているという形になるみたいですね。それと、結構ですね、共食いなんかも結構しまして、で、まあ、傷ついてる仲間なんかがいると、結構ですね、共食いをします。で、傷ついて弱ってる仲間をですね、一匹が襲って食べると、まあ、みんなでね、一斉に襲ってくるという形の、まあ、結構、凶暴な、なんかろ過装のですね、あれが外れましたね。これね、結構あるんですけど、中でね、暴れてバーンとね、やった拍子にですね、このろ過装のこのポンプの吸い上げる部分がですね、外れちゃうということがあります。なんだよ、まあいっか。で、今日はですね、まあこのピラニア水槽にですね、手を入れたらどうなるのかっていうのをですね、ちょっと実験してみたいなと思うんですが、まあ比較的ですね、ピラニアっていうのは臆病で、まあそんなにね、人を襲ったりとか、あと、まあ何でもないところにいきなり食いついてくるっていうことは比較的少ないわけなんですが、まあ例えばですね、なんかこう血が出てたりとか、なんかそういうね、肉の匂いとかすると、まあ襲ってくる可能性はあるわけなんですが、まあうちの子たちはね、そんなことはあんまりないかとは思うんですが、ちょっとついでにね、今ここのポンプが外れましたので、これを入れるっていうこともしないといけないので、はめるっていうことをしないといけないんで、まあそれも含めてね、ちょっとここに手を入れて、やってみようかなというふうに思います。じゃあ早速やってみます。はい、じゃあこれ、ここにですね、手を入れていきたいと思います。さあどうなることだ。ほら、くっついてみ。今日まだ餌あげてないんで、結構お腹空いてると思うんですけど、
慣れてますね。いや、慣れてるわけじゃないんですよ、これは。全然大丈夫です。飼い主がね、ちゃんと分かってるんですよ、この子たちは。っていうのは嘘で、ピラニアっていうのはね、すごく臆病な性格なんですね。で、もうこんな風にですね、手を入れてやってもですね、まあ 99%、まあ、100% とは言いませんが 99%、来ることはないかと思います。噛んでくることはないですね。もう本当に臆病で、普通魚飼ってるとですね、そこそこ慣れるんですよね。そこそこ慣れて、餌をやるときなんかも結構前に出てきたりとかっていうことはあると思うんですが、ピラニアはですね、あんま慣れません。で、前には出てきて餌もらうっていう形にはなるんですが、もうほぼほぼですね、人が前通ったりとかするとガチャガチャって暴れたりとかですね、結構な勢いで暴れて、こうやってね暴れるんで、それで怪我しちゃったりとかね、することがあるんでね、結構この前を行ったり来たりするのが気使うんですよね。脅かさないように動く、前を通らなきゃいけないっていうことで結構気使います。まあこんな感じで、ピラニアのね、水槽の中に手を入れてみたという、なんかちょっとね、YouTube 的にちょっとキャッチーな、まあ釣り動画というか、を作ってみましたけども、知ってる人は知っている、そんなことで絶対に食いついたりとかしないなっていうのは知ってる人は知ってるんですが、ちょっとね、そういう動画、まあ皆さんもね、イメージとして結構ピラニアって怖いイメージがあるかと思うんですけど、実はすごく臆病で、すごくこう、まあそんなにね凶暴な魚じゃないよという結論になります。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。